創始解明は、日本統治時代の朝鮮における統治機関である朝鮮総督府が1939年政令19号及び20号で本籍地を朝鮮に有する日本市民に対し、新たに市を創設させ、また、名を改めることを許可した政策。儒教文化のために、女性は結婚後も、よそ者として、夫や子供の、 生には加われなかったが、個々の判断で決めた新たな死において夫婦一致させることが義務付けられた。約8割が日本風の生で死を創設したが、金や法など従来の漢生を夫婦の死とすることができた。創始の法院広告、かな、漢字混じり文でかなにハングル分けをつけている。日本風など新たな 死の設定を希望する者は8月10日までに申請し、それ以降に希望してもできませんとしている。新たな死の設定を希望しない場合は、夫の従来の生が金で妻が陰とすると金になると、夫の従来の生が一家の死と一致するようになると報告している。名の変更は期限がなく、希望時に可能だとしている。死を設定すると従来の 生がなくなるとの誤解について、戸籍には残っているから安心するようにと不明点は、役所や裁判所に問い合わせるようにとしている。1909年、大韓帝国は民籍法を制定し、近代戸籍の整備を開始した。朝鮮初の近代戸籍である、竜博子戸籍の整備が終了したのは、日韓併合直前の1910年4月である。併合後も、 民籍法は維持され、日本の戸籍法とともに、朝鮮人に適用された。この時一部の朝鮮人が、日本内地風の生命を届け出たため、当時の朝鮮総督府は1911年11月1日、朝鮮人の生命解消に関する件によって、戸籍や出生で内地人に分破式生命の届け出に厳しい制限をつけた。その後、 二種類の戸籍放棄を統一する必要があったため、1923年、朝鮮戸籍令が交付された。創始解明に関しては、生と死は明確に異なる意味を持つものとされた。当時において、日本や欧米諸国の慣習や法制度では、一部を除き、結婚し家族を形成すると、男女のどちらかが生を変え、家族で生を統一する。一方、儒教では、 先祖の祭祀を行う関係上、子孫は先祖性を引き継ぐものであり、血統が個人の性を決定した。先祖の異なるものが婚姻により、家族となっても各個人の性は同一にならない。朝鮮、中国、ベトナムなど儒教文化圏が基本的に夫婦別姓なのはこのためで、朝鮮人の性は父を通じ子孫にまで遡る男系血統を表す。 一方、創始解明における使とは家族を表す名称である。創始が行われる以前、朝鮮には家族名という観念は存在しなかった。創始とはすべての朝鮮人に新たに死を創設させ、血統を基礎とする朝鮮の受教的家族制度のあり方を家族を基礎とする日本内地の家制度に近いものに変更しようとしたものである。そのため、 家の概念を前提とし、従来の不形成ではありえなかった無効用紙制度も論理的に可能となり、同時に導入された。一方で、朝鮮の伝統とも一定の整合性が考慮され、相続制度を維持できるよう本願と性は、戸籍の記載に残された。つまり、創始解明後は、朝鮮人はすべて先祖伝来の生命に加え、新しく作った使命が増え、 二つの名を持つことになったのであり、生命自体が抹消、変更されたのではない。ただし、法制度上の本名は新しい、氏名の方となる。1939年11月10日付、朝鮮総督府官報第一面、創始解明に関係する日本の政令が掲載されている。創始には、設定創始と肯定創始があった。 設定創始とは1940年2月より8月の設定期間中に窓口の自治体役場に届け出された市である。日本風の市を新設して届け出るものが大半だった。朝鮮風の市を設定創始することは全く認められなかったと推測する研究者もいるが、朝鮮市のまま受理されている例も存在している。死の届け出は、 1940年2月11日から8月10日までの6ヶ月であったが、1940年4月の同知事会議で、来る7月20日までに全個数の死届でを完了する様特段の配慮相成り達しなどの訓示があり、行政側が推進することとなった。以後、 2月0.4%、3月1.5%、4月4%、5月12%、6月27%、7月53%、8月80%と、4月を境に急上昇に転じている。そして、最終的に、朝鮮の全国の約8割が死を届けで、設定創始を行った。一方、日本が愛知に在住していた朝鮮人で、 設定創始をしたものの割合は14.2%にとどまった。一方、法定創始とは、蒸気機関内に自発的に届け出をしなかった残余の者のにつき、従来の性をそのまま死としたものである。これにより、創始政策は本人の意向に関わりなく、すべての朝鮮人民に適用された。創始で、夫婦同士性が導入されたため、法定創始でも、 既婚女性は本人の意思に関わらず個人名が変更された。宗氏は法的な強制力があったが、朝鮮の民族名から日本風の氏への変更は法的な強制はなく、法廷宗氏により従来の生命と同一の使命を名乗り続けた朝鮮人も少なからず存在した。実際に従来の金やりをそのまま死としたいものは届けで押しないで放っておけばよい。 総督特は説明していた。従来、生命の変更には裁判所の許可が必要であった。これを届出のみで変更できるよう、創始と同時に法制化されたものが解明である。実施期間の定めはなく、そのため、設定創始の届出期間経過後も、挑戦式の名を比較的簡易な届出で、日本名に解明することが可能になった。また、設定創始したものが、 日本式の死に合うよう下の名前を解明することができた。解明は任意で希望者のみであるため、提出書類は解明許可願書と題され、また当時としては安くない一人50銭の手数料が必要であった。総氏と同時に解明したものの割合は9.6%であった。水野直樹によると内戦一体の立場から朝鮮人に日本式指名を名乗らせることに、 積極的な朝鮮総督府に対し、刑務局は治安問題等から創始解明に反対しており、それは日本人と朝鮮人との識別ができなくなるという理由からで、そのような反対意見に配慮する形で、朝鮮的な名を残すために解明については許可制としたのではないかとしている。創始解明が行われる前の1934年、朝鮮総督府中枢院は、 朝鮮の生命士族に関する研究調査を出版した。その本の中で以下のように述べている。同性同盟のもの華々しく大きいは他人との識別、証拠たる生命の本質を失えるものと言うべく。郵便の配達、納税告知、裁判、警察その他観光所の呼び出し等の公やは、無論、私向上におても、主樹の不便を期し、 生命本来の使命に障害を生ずること人多きは、常に該当者の婚客より分治するところなり。将来にお手は名門を除き、あまりに性に執着せざる、詩人、庶民にお手、飲酒のから側を出して、社会の情勢に応ずべく、信用の生命をもってするの日ありと仮定せば。その原因は上に述べたるごとき、実用不便の点より出発するものなるを予言するを、 エベシ、朝鮮の生命種族に関する研究調査当時朝鮮では、生の数が約326種か存在しておらず、また、金、利、債など数個の特定生のみ多かったため、人口像による同性同盟が多発が問題となっていた。朝鮮総督府は、生の本来の役目である他者との区別が喪失しており、郵便配達、納税通知、裁判など、 観光の公やごと、民間において、多数の不便をきたしていたと残している。米軍軍政下の南朝鮮では1946年10月の朝鮮生命復旧令により、戸籍に掲載された、創始解明を、訴求無効とし、戸籍上の日本名を抹消した。ソ連軍軍政下の北朝鮮でも、同様の法的措置が取られ、朝鮮人の日本名はわずか5年余りで戸籍から、 消滅した。また、無効用紙は1949年の応募院判決で成立当初から無効と判決された。日本の内地で日本名で生活していた朝鮮人も本国における戸籍上の本名は民族名に戻ることとなった。しかし戦後も内地に残留した者及びその子孫である在日韓国朝鮮人の多数が 現在でも当時の日本政を通名として使用している。創始制度は王族など特殊な例外を除き、全朝鮮人民に法規で適用されたものであった。しかし金や法などの朝鮮名から、設定創始や解明制度による伊藤や井の上など、日本風の内の変更が強制であったかについては、論争がある。朝鮮総督府が公民化政策の立場から、 朝鮮名を奪い、日本人のような使命を名乗るよう強制したとする説。韓国の圧倒的多数の論者、北朝鮮の政府見解、日本の左派のマスコミ、歴史学者、政治家、市民団体、進歩的文化人に支持されている説。この説は、夫婦同性義務と解明の権利という創始解明が、日本風の使命への変更義務への誤解がされていて、 そもそも名の解明まで義務と誤解しているなど問題であった。日本では左派の数自体は少なかったものの主張の影響力は強く過去の日本の歴史教科書のほとんどがこの立場に沿った記述していたが是正されている。彼らは日本名への変更は法規で一律に強制されたものとしているが日本名への解明は法的強制ではなかった。 事実上の強制があったとする意見は、当局が消極的だった内地に比べ、朝鮮半島で8割ものものが、設定創始をした理由は、朝鮮総督府下の行政機関が、設定創始しないものに対し、様々な許認可や、職業上、また、指定の修学等の面で不利益を与え、圧力を加えて、届け出を強要し、総始反対の言説を取り締まった結果であるとしている。 宗子の夫婦同性への抵抗というより、宗子を揶揄するような犬の講師として提出しようとする者もいた。継承南道東雷ユの檜山鈴と、元の朝鮮名は不明は、昭和17年11月2日、不山府こと吹町福成旅館には先におて、今後今日外2名に対し、一昨年自分は犬のこと、宗子して、 アズマライ副友長に書類を差し出したら、なぜ犬のこと、創始するかと理由を問うので、自分は、朝鮮人は編成せば、犬の子、牛の子と呼ばれるから、創始は編成であるから、犬のこと、創始したと答えたら、副友長は自分を叱り、もしかようなことを警察に知られたら、貴殿は、処罰されるから改めて届け出よと言われ、ひ山と、創始したが、朝鮮人は、 存在がないと方言したとして、懲役6ヶ月の判決を受けたと記録されている。また、総督府に対しては、朝鮮風習を保護すべし、死制度を中止すべしといった趣旨の当書の他に、天皇族皆なさずや、昭和坊太郎といった日本名を提案し、こうした名前に創始するのは許可されるのかと書いたハガキが送られた。なお、チェジュ島では、同性同盟の不便のために、 創始解明より、前の大正時代に一部の反強制的な解明が存在したとされる。朝鮮総督府中枢院が1934年に出版した朝鮮の生命士族に関する研究調査には、チェジュ島におては、大正年代、右の不便を除くべく、古種の同性同盟のものは、その里内を限りて、ことごとく差として解明せしめしことありたり、との記述がある。 国内外における日本内地人との差別を回避するために自発的に創始解明を受け入れたとする説。また法的に日本風の指名変更を強制はしておらず、あくまで個種の判断に委ねていたという説。これは朝鮮人がみだりに日本名を名乗ることを制限した常実の総督フレイ第124号の存在や設定創始を行わず、 朝鮮風のせいで、法廷創始された人々が相当の比率で存在したことを根拠にしている。創始解明をしなかった著名人として、陸軍中将、公子翼や陸軍大佐、金石玄、万州国軍中尉百前、武闘家の最小期、東京府から出馬して二度衆議院議員に当選した、牧春金などがいた。自発的受要説を取る日本の政治家等がその胸の、 発言を行ったことで、韓国との間で外交問題に発展したケースもある。2003年5月31日、麻生太郎自民党政調会長が東大における講演会で、総主会名は朝鮮人が望んだと発言した。韓国氏がこの発言を大きく取り上げて批判的に報道し、韓国政府は謝罪を求める談話を発表。 ロブゲン大統領の訪日を直前に控えていたこともあり、麻生は発言を謝罪した。別冊正論によると、この件について自民党総務会で野中博文が麻生を批判した際、その場にいた奥野聖介が、野中君、君は若いから知らないかもしれないが、麻生君が言うことは100%正解だよ。朝鮮名のままだと商売がやりにくかった。 そういう訴えが多かったので、創始解明に踏み切った。ハンコをついたのは内務官僚、この私なんだと述べたという、ありがとうございます。